どうも、ジールマンです。今回レビューするのはこちら、プレミアムバンダイ限定モビルスーツアンサンブル EX03 ヘイズルカスタムティターンズカラーセット。今回も奇跡の再販商品です。いやー、前の再販版クシャトリアから随分時間が経ってしまいました。新人玩具 YouTuber は動画を撮るのも編集するのも本当に遅くて申し訳ございません。さて、言い訳をこれくらいにしてさっさと開封に行きましょう。なぜならこのヘイズルカスタムセットは前のピシャトリアを上回る大ボリュームなんです。ということで早速開封だ。それでは開封してきます。おお、早くもパンパンですね。ちゃんと箱ごとに区分けされてます。これは組み立て用説明書。箱ごとにナンバーが振ってますね。で、ちゃんと内容物も書いてます。それでは1番から順に見ていきます。ガンダムヘイズル全部が入ってるのかな、ここに。ああ、そうですね、ヘイズルのティターンズカラーが中に入ってます。2番、ブースターって書いてあるんで、ああ入ってますね、みっちり入ってますね。ブースター関連のパーツがスタンドを含めがっちり入ってます。こっちはティターンズカラー、こっちが白。3番、ヘイズルは1体しかありませんけど、フルドドは2個分入ってるってことですかね。ああ、そうですね、同じパーツが2つあります。2個ともティターンズカラーですね。4番、セット、あ、この嬉しいつなぎパーツ、あ、これもそうですね、モビルスーツアンサンブルのパーツとパーツをつなぐ3ミリジョイント、ハンドパーツ、そうですね、あとは隔週で系とか、ヘイズルの形態が変わった時につける足とか、ブースターシールドとか、第3弾の武器セットの一部に近いですね。改めてこちらが組み立て説明書。これだけボリューミーだけど片側一面で済むんですね。それでは早速組み立ててきました。いや、もうボリュームがすごい。ただ大まかな内容としては、ジョイントパーツやシールドブースター、あとは通常弾の武器セットにあったカラーバリエーションです。フルドドも造形は通常弾と同じですが、カラーがティターンズ仕様になってます。ヘイズルもティターンズカラー仕様です。 3.5 弾のティターンズカラーと比べるとこんな感じ。右が通常弾、左がプレバン仕様です。通常弾の方が黄色が薄くて、ティターンズブルーも濃い紫って感じになってますね。そしてこちらが今回の目玉のギャプランブースター。
こちらがティタンズカラー。ティタンズカラーの方がシンプルな仕上がりですね。ヘイズルと比べるとこんな感じ。これで大きさが伝わると思います。ヘイズルラー第2形態、クルーザー巡航形態にするとこんな感じ。いやー、すーごいボリュームですね。ディープストライカーもマッツ青って感じです。ギガンティックアームユニットと比べるとこんな感じ。パッと見ギガンティックアームユニットもすごいボリュームなんですけど、やはりブースターには勝てませんね。ちなみにギガンティックアームユニットにも接続に必要なパーツを使えばギャプランブースターが取り付けられます。この時点で相当な超武装なんですけど、まだ接続穴に余裕があるので、ここからさらに武装を追加できると思うと、いやー、すっごいロマンですね。ということで今回はプレミアムバンダイ限定モビルスーツアンサンブル EX03 ヘイズルカスタムティターンズカラーセット再販版のレビューでした。この後説明書にあるヘイズル回の各形態をしっかりお見せするので、最後までご覧ください。そしてアドバンスオブゼータ好きだよ、武装モリモリって最高だねって方もそうでない方も、よければ高評価とチャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。 Twitter のフォローも動画概要欄からぜひ。それでは今回もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。